チャンスぞ。集中だ。邪魔するってんならぶっ飛ばす。あー、こりゃまずいかも。ナイスです。この調子でいきましょう。おうよ、そこだ。あれにつけ。いい感じです。おいでよ。タイミングバッチシ。まだまだやれる。タイミングバッチシ。どうじゃの。やっちゃうよ。よっしゃ。しない。その調子。チャンスゲット。完璧ですね。こんな感じか。続けていこう。ぶっ壊すしかねえだろ。もう気に。クラッド。こんな感じか。続けていこう。よっしゃ。
気をつけていきましょう。上等じゃねえか。レッツショータイム。決まったんじゃね？頑張ったな。俺たち強いよな。まあこのような日もござろう。集中だ。じゃ、始めよう。やったろうじゃん。よし、撃てよ。それならどう？でかした。やばっ。どう？クラタイムのバッチシ。うりゃー。撃っ飛ばす。こっちこっち。やってやった。よし、さすがだな。ここだ。いい動きだぜ。雷やったぜ。ひゃーやってやったじゃん。さすがだな。俺に続け。完璧。ちゃんつけてよ。さすがでしょ。今のよかったよな。よかったですな。上がれ。すごい。こんな感じか。いや、どう冷やらせや。どうくらえ。おし、ずりゃ。おし。だ、だ、俺たち強くね。こんなもんかな。
行くよ。整理してみるか。どうする？集中だ。
らっしゃい。いかがでしょう。ありがとうございました。考えろ。こんにちは。いかがですか？ありがとうございました。こんにちは。ありがとうございました。整理してみるか。イケてる？こういう系で似合うじゃねえか。似合うかな。似合ってるか。そうね。スキャンするぞ。集中だ。
始めよう。ハイリスクな戦いの予感。あっそー！よし！よし！おりゃー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 ！おしゃー！このチャンスでいきましょう！おうよ！おりゃー！勝って当然かな。なんか調子出ないし。つけるだけだ。お前らビビってんじゃねえぞ。順調だな。こんな感じか。おりゃー！そこだ！おりゃー！盛り上がってきたー！その調子だぜ！雷！ひやがせや！俺たちの勝ち！お米に預かり光栄ですね。
うっざ。落ち着いていこう。これならどう？でかしたあれに突きつけ。どう？やれ！やった！順調です。完璧！よし！よし！今は良かったよな。良かったですな。いい感じ。でかした。よし、順調だ。続けていこう。やるじゃん、私。行くぞ。はい、私がやれば間違いないし。ですな。俺たち強いよな。まずまずじゃん。上等じゃねえか。やったぜ。
一度だ。
ですなビビってんじゃねえぞ。やるな。そこだ。よし。よし。クッゲット。でかした。順調です。ですな。行くぜ。もう一度だ。おい。
強いよな。お米に預かり光栄ですね。
おそらく。
続けていこう。これならどう。
用だ。南本様、結構つらかったね。止めらんないよ。どうする？逃げる？それが良いかと。そうする。今のうち早く。仕方ない。無理しすぎたか。ピートさん、逃げろリンド。何言ってん。俺が奴を足止めする。足止め？今はおめえらを加速してやれねえ。普通に逃げたんじゃ捕まっちまう。だからビートは時間稼ぐって言ってんだろ。置いてけっていうこと？そうだ。そんな、いやあ、負けて消滅し、俺が負けるって思ってんのかい？思ってるよ。敗色しかない。おめえらな、そもそも怪我してんじゃん。全員で引きましょう。じゃなかった、あのな、落ち着け。ここで全員粘ったら全滅する。そしたらそのまま渋谷を適当なとこで切り上げて戻って。大丈夫か？お前誰？何者？わかんない。大丈夫そうか。よかった、戻ってきたのか。ああ、どこ行ってたんだよ今まで。探したんだぞ。ねえ、あれ誰？新キャラ登場。でも、た、うん、あの人たち。そんなとこだ。今やってるとんでもねえゲームのな。おいリノ。ゲームか。渋谷が大変なのは知ってる。俺はみんなに協力するために戻ってきたんだ、新宿から。新宿まあすいません、はじめまして。俺フレットって呼んでよ。君は？俺は桜庭ネク。ネクでいいよ。ネクってレジェンド。戻ってくるとはな。また計算が乱れたぜ。禁断野郎。これまでも要素は流動的だったが、未来に変化、その未来も変わるか。おい、そっちのゼプトグラム
お前の力は妙だな。バッジの変化も気になるが、濃度レベルの次元が合わねえ。え？参加者が扱うような能力じゃねえのは確定したぜ。それを使ってどうするつもりだったんだ？ろくでもねえこと考えてたんだろう。力を手に入れる。レベル無限大常時数へ対抗するためのな。よくわかんないけど、思ったよりもすごいのがいるってことか。ただ何かいるのは確かだぜ。ネク、さっき協力するって言ってたの本当だ。渋谷を守るために協力、いいか？もちろんです。っていうか、ここで会えるってすごくない？伝説ってな。それじゃ、よろしくな。これは渋谷？元の。それがこんな結果かよ。あ、ネクさん。リンドウだっけ？よろしくお願いします。でも、あとビートから少し聞いたけど、シーバを倒せばいいって話ですね。あー、いや、シーバのこともまずいと思うけど、元凶が気になってるんだ。元凶って？ノイズを生み出してるやつ。シーバってこ、うん。俺は3年前に UG に気づいたら新宿にいたんだ。崩壊して残骸ばっかりの空間だった。新宿って RG や UG からは切り離されて入れないと思う。人もいないけど存在はしてる。人の思念、ソウルもまだ。ソウル、お前も参加者ならスキャンできるだろ。あの時に見えるのと同じ誰かの思考だよ。その思考から新宿で何が起きたか探ってみた。何か分かったっていうか、気になることがあってそれを確かめたい。どうやって？知り合いの死神に協力してもらってるから、まず連絡取るよ。カリアさん？いや、別の人だけど、その二人多分知ってるかも。じゃないでしょ。うずきさん。うず、覚えてないわ。ドクロマークといいヘッドフォン、失礼すぎない？うずきよ、やしろ。うず、ごカリアさんは今休んでるわよ。昨日も無理してノイズ追い払って。あ、いいわよ別に。ヘッドフォンっていうか、なんだよ。戻ってきてくれてよかった。あ、カリアも私も手伝うわ。あんたもしっかり手伝ってよね。わかってる。そのために戻ってきたんだ。ごきげんよう、愛しき民たちに次ぐシーバ。残念ながら俺が用意した昨日のパーティー、全くと言っていいほど盛り上がらない。でもお前たちは楽しくやっていた。俺も会いたかったな、ネク。探してたんだよ、3年前の。わざわざ RG にまで手を伸ば、まあ代わりにツイスター。
まさかのラスト1チームが彼らになる。ねえ、焼けつくほどの熱い高揚したこの気分、今日のイベントを提供しよう。焦がれた存在へのかげろ、期待してじゃあ胸くそ。私は戻るわ。頼んだわよ。あと黒マスク、リンドウも。あ、俺？リーダーでしょ。気合い入れなさいよ。はい。おーっす。あ、今日も始めっか。いけるよ。定期配信も確認して出陣可能ではあります。どうしたの？カゲロウが気がかりですな。昨日死神方の策は我々に対して刺さらなかった。この流れからすると新宿死神である綾野氏消滅のカノン氏が悲劇に見舞われたように、またえげつない手が使わ。そうだね、ありそうですね。シーバさん、そういう性格。まあそうかもしん。そん時は俺らに任せろ。うちにはネクもいるからな。みんな不安かもしれないけど、このままだと渋谷が消える。止められるのが俺たちだけなら、やれることはやろう。覚悟を。死にそうな顔で言うのやめろって。とりあえず警戒してく。じゃあ今日はどうする？さっきリンドウにも話したんだけど、ノイズを倒しつつちょっと俺の用事に付き合ってほしい。新宿の崩壊で確かめたいことがあるんだ。崩壊で？詳しいことはあと、まだ俺の中でも。分かった。それじゃあ。不安。ゲームマスターの言い回しから推測する嫌な予感しかしない。ワイが不安というより、皆のメンタルが不安。Little by little, I feel a bit.